どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はシリーズで今アップロードしております。何のシリーズか、じゃん、これです。ガズの初の CD レッツゴーさあ行こう、全曲フル公開の動画解説&音源大公開中でございます。はい、その中からガズレレといえばこの曲っていう一曲、ガズのオリジナル曲青い海とヤシの木、この動画を今からアップロードしたいと思います。よろしくお願いします。はい、この CD なんですけれども、 CD とは言いながらあのプラスチックのケースじゃないんですよ。これ本の形式で発売されます。しかも CD2 枚組、1枚の CD はまあ完成形の作品としての CD、 もう1枚はその CD が弾けるようになるための練習用 CD、 レッスン CD という2枚組でございまして、このどうやって使ったらいいかとか、どんな曲が入ってるかとか、今ご覧になってるこの動画もその中に入るんですけど、その全曲1曲ずつフル公開で歌詞とコードも公開しますよ。でもまあ購入していただきたいんですけど、まあまあそんなこと、この CD のこと全部書いてあるホームページの1枚に集約してます。ここでその CD の情報はゲットしてください。ここは見といてくださいね。はいはい、はい、じゃあ早速この青い海とヤシの木という曲を やってみようと思うんですけど、こちらの曲はですね、もうガズレレ仲間さんではもうほとんど効果と言っておるんですけど、効果ですよ。まあとにかくもうガズレレ仲間が集まったらこの曲を弾こうよというふうに、まあ以前からやってたんですけど、まあ当然ながらこの CD にも入っております。知ってる方多いと嬉しいんですけど、まあね、一応は全部公開しておきましょう。でこの一連の流れの、動画に関しては、最初にねガズのオリジナル曲だから、まあ皆さん曲知らない方も多いでしょうから、最初に完成形を聞いていただいて、いわゆるかっこいいバージョンを聞いていただいてイメージしていただき、て後半はそのシンプル簡単バージョンというか、レッスン CD の簡単版を、レクチャーしたいと思います。でまずは最初にかっこいいバージョン、完成形の青海とヤシの木、新しくレコーディングしましたよ。はい、じゃあ皆さんやってみてください。どうぞ。
だったでしょうか。のんきなハワイアンチックな曲です。長野県出身、海のない長野県出身のこのガズが作ったハワイアンソング、いいでしょ、そういう根拠のないその感じが。すいません、どうも。で、青い海とヤシの木で、もちろん初心者の方は今ちょっと難しいでしょ、わーってなった方は、はい、この時間まで早送りしていただいて、簡単バージョン、レッスン CD バージョンの方からちょっと見ていただき、でもね、その前にあれよ、楽譜を今見せますからね、先に開いときゃよかったな、今探してますよ、どこにあるか、どこだどこだ、あったあったあった、はい、青い海とヤシの木、はい、で、この楽譜なんですけど、見てください、ここ、ただし書きがあるよ、ワンブロック8回弾く計算ですからね、つまり、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、このように楽譜見てください、本当はここに1本ずつ線が入るってことなんですけど、ちょっと楽譜がごちゃごちゃになるんで、そうすると初心者としてもこれ結構ね、CC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 
これ一時停止しながら動画内のテロップとも示し合わせながらでいいんですけど、やってみましょう。はい、一時停止で、ほい、じゃあ次の箇所ここかな。うん、ここだけちょっと流れが変わるパートなんですよね。ここに Dm が入って、はい、でこんな感じかな。はい、でここラスト、青い海とヤシの木で終わりますと出てくるコード、これ C と F と G7、 まあほとんどこの3つなんですよ、言い換えれば。はい、この3つ、ほとんど3つなんだけど C7 っていうことと Dm がちょっと指されます。ちょっとこれはね、C7 と C7 っていうのは、まあこれが C7 で、これ1個だけ、はい、それ以外のコードは C と F と G7 と Dm っていうコードは、これはですね、はい、これガズレレ必須コードという、必須です。ガズレレ仲間の人はこれを覚えてください。コードって星の数ほどあるんですけれども、ガズレレではこの8個のコードのグループのことをガズレレ必須コードと言っておってですね、その中のグループなんですけど、この8個のコードだけ覚えちゃえばもう ほとんど結構できちゃうんです。夢のようなグループ。はい、以前そのコードを解説した分かりやすい動画ここに貼っておきますので、皆さん、覚えてくださいね。コードは必須ですからね。はい、いきましょう。じゃあかっこいいバージョンの弾き方解説、これはですね8ビートのシャッフルですね。弾き方ちょっとやってみましょうか。 C でね、リズムがシャッフルなんですよ。シャッフルっていうのはチャッカ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 って入ります。普通はリズムってチャッチャッチャッチャじゃないですか。チャッカチャッカチャッカ、これをシャッフルと言います。ちょっとリズムがウキウキして跳ねてるんですよね。ルンルンビートとは言ってますけれども、まあそういうイメージで、トンチャッカスッカバッカトンチャッカスッカキッポーン、優しいこういう感じで流れていきます。のんきな感じですね。これを弾き方はここにリンク貼っておきます。まずはね、これね8ビートのチャなんですよね。まず最初は8ビート完全マスター動画を見てもらって、それができるようになったら8ビートのチャを見てください。その後時間ある方、ルンルンビートっていうのが今そのリンク先にありますから、それを混ぜたものが今のだ。優しい海風さよう、今こんな風になれば のんきな感じでルンルンビートでやってみましょう。特にこれといったことなんですけど、前奏がね今回入りますね。前奏はちょっとカッティング入れたりなんかして、これイントロこんな感じ、ダダカッカダダカッカダダカッカ、はい、ダダカッカ、カッティングですこれはね。ちょっと難しい、ほら触ってるだけのところでカチャッと弾く、はい、ちょっと難しいけど、このカッティングってやつもさっきのリズムいろいろのところの下の方に行くとカッティングのやり方も大解説してますから、これもやってみてください。でそのカッティングなんですけど、またもう一箇所出てくるところがあるんですよ。ここです、ちょっと流れが変わる、モンステラを日傘に、ここのところね、最初の1回だけ弾いて、あとカッ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 、ちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー、モンステラを日傘にハイビスク、ここのところね、最初の一発弾く、ダッカ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 ッ、ダッカ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 ッ、次
は G7 で伸ばす。じゃん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 倍で、じゃん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 、ジャッカ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 。この G7 も三段活用ですからね。じゃん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 、ジャッカジャッカジャッカ、アローホなっていきます。でまずは、右手は全然変わらないのに、左でカッティングで一発弾くだけ。この辺がキーポイントになりますね。このまずは触ってってカチャッと言わせる。押さえすぎると音出ちゃうからね。押さえすぎちゃダメ。本当に触れるだけです。タッチするだけ。はい、これカッティング、いろいろありますね。はい、面白いでしょ。はい、つまりそれで、曲が構成されて、最後の青い海と足の曲エンディングは青い海と、これトロロンってやるときは斜めに使うといいよ。青い、時間稼ぎする。これ誰だ、三豊の沖、こんな感じで決めてみましょう。はい、よかった。これはいい曲です。あ、でもすいません、いつも自分のこといいとか言っちゃって。はい、いいんです。はい、じゃあここから、シンプル簡単バージョンレッスン版 CD の解説に入ります。はい、いつも言ってんですけど、これただの4つ弾きで今の曲を弾いてるだけなんで、特に難しいこと何もないです。つまりあのワンブロックに今回8回弾くから、のんびりとこういう感じで進んでいく、淡々と進んでいきましょう。まずは初心者の方はこういう風に弾くのが肝でございます。で、このレッスン CD の解説、今からこれから流れる音楽の解説です。まずヘッドホン用意してください。イヤホンでもヘッドホンでもいい。こっちからか、こっち側からは何が流れてるかというと、カッカッカっていうクリック音、リズムのガイドですね、と歌が流れております。こっち側は4つ弾きで弾いたウクレレのみが入っています。どうやって使うか、最初は両方聞いて練習します。そしたら、こっちだけ聞いて、ウクレレは演奏外して、ウクレレは自分の演奏でこの歌と合わせる。このステップが終わったら、今度はかっこいいバージョンを練習し始めたら、今度はかっこいいバージョンで弾いて、このこっち側の音と合わせる。そしたらですね、両方聞きながら、こっちは4つ弾きのウクレレだから、こっちは自分で8ビートをやってアンサンブルを楽しむ、いろんな方法があります。この CD はもう皆さんの頭の使い方によっていろいろ応用が効きます。で、他の楽器やられてる方、その CD 使ってあのベースとかドラムとか入れてくれても楽しいかなと思って、いろいろここが強くください。それではね、レッスン版 CD の方の青い海と足の木どうぞ。
はい、やってみました。いかがだったでしょうか。爽やかです。4つ弾きでも十分爽やかだな。はい、これみんなで歌いましょう。この CD をね、皆さんゲットしていただいて、この9曲はいつでもみんなが歌えるようにしておこう。全国の人、世界中の人がこの歌、ガズレレ仲間があったらあの曲やろうよというふうになればいいなと思って作っております。これはまあガズが作った曲ですけど、皆さんと一緒に歌うためのまあコミュニケーションツールでございますから、まあ、皆さんの曲だと思っていただいて構いませんので、権利も全部私が持ってますんでね、どん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 勝手に歌って、あっちこっちで歌って、もうなんだ、アップロードとかもバンバンしちゃってください。よろしくお願いします。待ってますよ。はい、ガズレレホームページご覧になってください。リンクもここに貼っておきます。最新情報はホームページに載ってますからね。いろんなイベントやってますから、ぜひ遊びに来てください。ウクレレ持ってきてね。はい、じゃあ今回はガズレレの効果と言われている青い海とヤシの木、解説動画アップしました。さよなら、バイバイ、チャオ。ドキ